はい、どうも皆さん、こんばんは。それではサイバーパンク続きやっていきましょう。ちょっとメインストーリーが進展したことで、サブミッションがまあ出てきたので、結構、まあ言うて1個はもう確定してどうでもいいやつなんだけど、まあいろいろあるっぽいんで、とりあえずサブミッション消化系のタイムに入ろうかなと思って、まずはパナムのところに来ました。ジェイクの様子はどうだ？あまり良くない。出血は止められたけど、あのインプラントがないと。任せてくれ。方法は言えないが。誰だ？大丈夫。ジェファーソン？約束する。また手を借りたいんだ。プライベートな。誰だっけ、ジェファーソンって。別にいいけど、内容は？ホロではまずい。詳しく話すから私のところに来てくれ。分かった分かった、私に任せて。助かるよ。ここの場所は覚えてるか？もちろん、すぐに行く。あれ、ペラレスって誰だっけ？ペラレスって、選挙の人かな。多分官僚系見りゃわかると思うけど、いろいろありすぎてわかんねえな。よし、思い出すまで諦めよう。どうしたの？どうした？ジェイクが撃たれてひどい傷でな。替えの腎臓がいる。問題は釜状赤血球症ってのにかかってて、特殊な腎臓インプラントが必要なんだ。わかると思うが、そういうものはここバッドランズじゃなかなか手に入らない。ラフェンシブ、あれってか、これパナムのミッションではないのか。ああ、今回はどうにかしのげたけどな。少し前にパナムから連絡があったのとは、すぐ下にあれかな、弾の破片が当たったんだ。関係ないのかな。それは運が悪かったね。まだ命は救えるけど、急がないと。オッケー。そういうインプラントはナイトシティの闇市場で見つかるはず。ああ、ダコタが病院にいる知り合いに聞いて、どうにか用意できるとは言われてる。でも？でも街に行くとキャンプの人手が足りなくなるんだ。ああ、なるほど。ラフェンシブがいつも何が起きるかわからないから、人員は避けないってことだよね。ごまかしても仕方ないから、はっきり言う。ナービー、俺たちを助けてくれないか。おう、私に任せて。何言ってんだ、俺らファミリーじゃねえか。ダコタの知り合いがリトルチャイナの病院で働いてる。インプラントを受け取るだけでいい。金は安全なルートで送るから。わかった、じゃあまた後で。なんかこうやってね、アルデカルドスの人たちを助けるミッションみたいなのは定期的に出てくるんだけど、まあ、そのうちの1個はもう裏作業でやっちゃってる部分だから何も言いませんけど、結構ね、なんか種類多いっぽいんだよね、アルデカルドス関連のミッションは。その多分アルデカルドス内で B さんの顔が広がったから出てきてる感じなのかもしれないんだけど、まあまあどちらにせよ面白いですよね。こうやって人と人との人脈がどん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 ね、よそ者だった B さんも広がってくっていうのがね。なあ、そこの人はダコタに頼まれてきたのか。せやで。そうよ、例のものはある。ここにダイナラー社のスーパーキドニー、釜状赤血球症用だ。うん、お金は後で。あとで。分かってる、もう行く。結局こうなるんだ。やべ、警官倒しちゃっていいの？マジ？倒すことになるとは思わんかったな。とりあえず犯罪者にはなりたくないし、全員ショートさせますか。数が多いな。あ、クソ、ドイツだ。今削ったやつドイツだ。マジで数多、マジムカつくな。こういう時ばっか真面目に仕事しやがって、ポリコどもが。あいつは大丈夫。これは何？あの人がチクったっていうあれでいいのかな。まあアルテカルドスの人たちが来なくて正解だね。
とりあえず全員の命はもらっておくか。なんかこうなんかちゃんとおまわりさんたちとやり合うのって初めてかもしれないね。なんだかんだ撃つな、撃たないで。説明できるなら撃たないであげる。それもちゃんとした理由ならね。ダコタとの電話が盗聴されてて警察にやらされたんだ。もうちょっとマシな言い訳をして。サツは腎臓インプラント程度であそこまでしない。本当だよ。ナイトシティにいるラフェンシブの連中を一人残らず捕まえる作戦って話だ。でもダコタは、いや、説明するだけ無理。ダコタはあれです、カルドスの人だもん。見逃してくれ、関わりたくなかったんだ。仕方なくだよ。このインプラント他に誰も触ってないでしょうね。え、そのどうだったかな。よく思い出して、あんたにジャックインして無理やり見させてもらってもいいのよ。警察がスーパーキドニーにウイルスを仕込んだんだ。このチップに入ってる元のファームウェアで上書きしてくれ。危な、知力高くなかったら死人が増えたかもしれない。私の前から消えて。神様、ありがとう、ありがとうございます。消えてって言ってるでしょ。間に合うといいけど。間に合うかな、車借りてくか。つってもワープポイントまでだけど。おまわりさんの車いいよね、こういうごっついやつ。買いたいけど、まあまあどうせたまにも乗らないしなってなって結局買わないやつ。どけてめえら、引き飛ばすぞ。警察の車だから何してもいいやつ、こっちは。あ、別にそんなことはないけど、運転してんのはおまわりさんじゃないから、俺だから。戻りまーす。これでキャンプの方も敵に襲撃されてたら笑い話なんだけど、さすがにそっちは大丈夫だよ。まあ渡した後に戦闘になるとかっていうのはありえるかもしれないけど。ただまー、インプラントを手に入れたけどウイルスが入ってるの。チップのファームウェアで上書きしないといけない。別に驚かないさ、ノーマッドはこういう扱いには慣れてる。よく気づいてくれたな。おう、何時間かしたら来てくれ。その頃には落ち着いてるはずだ。いや、およ。手術が完了する8時間後にキャンプを訪れる。なるほど。カナムさんってどっかにいるのかな。いなそう。なんかすげえとこに立ってるやつはいるけど、いないのかな。たまには用がなくても会ってきたらいいんだけど、たまにはな。まあいなそうだからいいか。あ、ここ俺の部屋なんだ。ちゃんと用意してくれてるのありがてえな。どうした？売ってるものを見せてよ。どうぞごゆっくり。例えばさ、定期的に武器屋最近寄るようにしてるんだけどさ、こういうアイテム部品とかがさ、死ぬほど枯渇しててさ。あ、間違えたの買った今。こういうのを大量に買っときたいんだよな。弾とかは別にいらないんだけどさ、なんかグレードの高いやつのパーツとかさ、あと設計図とか、その辺欲しいなって思って、定期的にお店寄っては買ってるんだけど、そもそもね、いらないもんが多いっていう。こういうパーツ関係とか全部売っていいもんね、マジでね。これを全部売るのもかったるいっていうね、マジで。さあ、スコープとか俺なくて大丈夫な人だからさ、あの襟好みしないからアイアンサイトでいいのよ、結局。からそんなに困らないんだけどさ、あろうとなかろうと売るときは大変だよねっていう。でこんな溜まってんのが俺、サプレッサー何個か残しときゃそれでいいよ。2つ3つ4つくらい残しとけば、サプレッサーだけね、残しとけばそれでいいんだけど。あとなんかこういう、なんだろう、改造パーツ系に関しても残しといた方がいいのはあるのかもしれないんだけど、僕は改造パーツとかいまいちピンときてないので、その辺はクリア後とかに
コツコツやってってもいいんじゃないかな。これさ、改造パーツってさ、分解したら今買った素材と同じようなものが手に入ったりするのかな。どうなんだろう、わかんねえな。水平方向の反動をなくすとかやばいのあるんだけど。サプレッサーは結局この白いのがあれなのかな。あ、でもそんなことないのか。ダメージマイナス30とかなんだ、サプレッサーって。なんかいいサプレッサーあったら買っといた方が得かもしれないね。わかんないけど、こういうこのセタスみたいな形のサプレッサーすごく好き。まあ、あんまり必要とはしないんだけど。あれ、俺間違えて撃ったな、サイレンサー。ここ3つ買い戻しとこう。あとはなんかあったっけ。保管庫の鍵とか売れるんだな。ジャッキーの本やつとか売ったらかわいそうだろ。サイバーウェアとかね、こういうのとか持ってるだけ持ってて、どこで使うのか全然分かってないから。もうこれサイバーウェアの改造パーツだから、どこかしらでつけれるんだろうね。あの、体につける系のやつだからさ。これいらねえ。あとはいらないもんをちょこちょこ売っていきたいんだけど。回路ショートとかな、もう一個あってもいい気はするんだけど。自殺だって、何これめっちゃ面白いんだけど。ちょっと待って、これ後で使おう。後で敵に使って自殺させてみよう。あと、こういうサイバーウェアっていうか、なんだ、そのハッキング関係のものって基本的に使わないから、使わないから見ねえんだよな。オプティクス再起動いらないから自殺にしよう。よし、じゃあ飛ばしちゃうか。時間、サンドラドーセットの連絡先が追加されたけど、はい、今タイムスキップできないとか言うけど、サンドラドーセット、誰だっけサンドラドーセットって。全然ピンときてないけど、あれ、今タイムスキップできないのはなんで、キャンプにいるから、なんか理由があるっぽいな。なんだなんだ、今日まったりやろうと思ってたのに。まったりやろうというか、まったりやらざるを得ないんだよな。ビルダーズが進められないから。いや、今回はちゃんと作業してますから、皆さん勘違いしないでください。今回はちゃんと作業してますから。8時間後にまた来るっつって、結局そっか、その8時間後になるまで時間が空いちゃうのか。なるほど、なるほどな。他のやつって大体長くなりそうで怖いんだよな。まあ、一回長くなったら長くなってて、クラウドのあれとかで会うとか、アフターライフに行くとか。今ちょうど入ったこのサンドラドーセットのやつやってみよっか。誰だっけサンドラドーセットって。一番最初のミッションの人は違うっけ。なんか全然ピンときてない、誰だっけ本当に。もうね、登場人物が多すぎてね、名前が覚えらんないのよこのゲーム。いや、もうこのゲームに限っての話じゃないけど、俺の記憶力がポンコツちゃんだからさ。どこ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 に行けばいいの、教えて。とりあえずナビにした。こんな変なとこ入らされるの。ここか。お邪魔しまーす。データバンクを探すとかって出てるな。なんだろう、ミッションのやつちゃんと見た方が良かったかな。ミッションの依頼というかメッセージ。ってか敵がいないんだけど。
なんで？とりあえずハッキングするけど、なんで？なんで敵いねえの？不気味すぎてやめてほしいんだけど。これ、いけないやつだよな。1、2、3、4。あ、いけたわ。3つはいけないやつだよなって言うと思ったんだけど。別に3つ狙う必要もないからいいや。あとこの辺にもハッキングできそうな場所があるんだけど、下だね。なるほど、下があるのか、ここ。敵がいる感じでもないんだ。なんだろう、何なんだろう、ここ何なのかが全然わからないな。見つけた。そう焦んないで。どこで見つけたと思う？スカベンジャーのアジトよ。うん。サンドラ、聞いてる？ええ、大丈夫。あの時、何が起きたのか聞いて以来、あいつらがどうも。あ、やっぱそうだよね。一番最初の人だ。予想はしてたけど、私が自分で探しに行くなんてとてもできないし、自分に言い聞かせてるの。私をさらった連中はもういないって。まあしっかりトラウマになってるってことだね。トラウマチームのプラチナ契約があれば、それだけで安心よ。シグナルジャマーへの対策ももう済んでるはず。でも奴らが次に何を仕掛けてくるか。結局お金持ちだから誘拐されたってことだよね、サンドラ・ドーセットさんは。どういうこと？気にしないで。データバンクを持ってきてくれる？今住所を送る。分かった。懐かしい人だなとは今思ったけど、懐かしい人っていうかもう忘れてる人だよね。もう間がさ空きすぎてるからさ、別に悪いことではないんだけど、間がすごーく時間がかかってるから当たり前なんだよ。一番最初のミッションで今ここまで来てて、俺今プレイ時間40時間超えてるでしょ、確か。見えねー。あ、見えたわ。はぁ、なんでそういうことするの。さあ、53時間とか言ってるもんね。から確実にもう忘れてて当然なんだよ。日数的にもパート1投稿してからだいぶ時間経ってるしね。やったのはパート2とか3とかだっけ。あんま詳細なことは覚えてないけど、だからこそ覚えてるわけないんだよ、この人のことなんか。ただーん、お邪魔。サンドラ、 B よ、データバンクを持ってきた。サンドラ、いないの？あなた一人、誰かにつけられてない？見ればわかるでしょ。早く入って、ドアを開けておきたくないの。わあ、家用のトラやつじゃねえ。ただスカベンジャーを警戒してるの。その知り合いが記憶は残らないって言ってたけど。スカベンジャー？いえ、今心配してるのは、気にしないで。データバンク。お前なんかもっとめんどくさいことに。素敵な場所ね。首突っ込んでたりしねえだろうな。ありがとう。この人がなんで狙われてたかなんかわかんないしな。若子から仲介で助けてくれって言われたの。あれこれ詮索してほしいからじゃない。そこまで言われたら気になるでしょう。命の恩人に冷たいんじゃない。報酬はもう支払い済みでしょ。あの一件だってあなたには数ある仕事の一つなだけのはず。それでデータバンクは持ってきたの？やっぱなんか危ないことしてるんだろうな。心配しないで。私に心配するなって言ってくる人は大抵何かを隠してる。中を見たりはしてないでしょうね。え、見れんの？私はプロよ。そんな真似はしない。そう、よかった。じゃあこれを。
プロの働きに。見た方が良かったやつかな。データを覗き見しなかった分ボーナスもついてる。ありがとう。じゃあまた。安っ。ゴミみたいな仕事やめろ。二度と依頼してくんな、カスが。これだから女の仕事は報酬がしょっぱいって決まってるんだよ。ほんと嫌い。まあ女に限った話じゃない。報酬しょっぱいやつはしょっぱいけど。ああ、案外スッと終わっちゃった。敵とも合わなかったし。ここ例のやつかな。ここ例のやつだな、多分な。ちょっと行こうぜ。あれだよ、陰謀論者さんのとこだよ、多分ね。俺の記憶が正しければ、毒のすぐ近くのとこだから、そうだと思う。3回目以降はマジで見たことないから、個人的に結構楽しい。ドキーを邪魔くせえな。赤信号だからって止まるんじゃねえ。車が壊れるのが怖かったら車なんか運転するんじゃない。よっこらしょ。これはわざと。すげえ銃声するんだよ。おっかねえな。あ、そうだ、やっぱ陰謀論者さん。ヤッホー。知らない。サイバー空間と呼ばれている世界の本当の名は、君の名はパンデモニウムということ。ああ、あの美人さん、シンパチ君の妄想の中だけ美人な私たちがいる次元とは異なる世界から来た魂ではないのか。シンパチ君の妄想でだけ金髪美少女。彼らの声を聞いたことがある。命あるものをあの地に導いてはならぬ。あちらの世界へ魂を持っていかれることになるぞ。一番上がいいな。この町の住民は魂なんて持ち合わせてない。そうやってあざけるがいいさ。地獄の豪華に包まれた時に最後に笑うのは誰だと思う。悪魔サタンだ。それはどうかしら。サタンはユーモアのなさで有名だって聞いたことがあるけど。奈落の底の邪悪な門を開けたのは誰か知りたいか。聞いてないけど教えてやろう。ケンタウルス・ザ・アルファ星の科学魔術師だ。珍しく会話が進んでるね。見覚えのある顔だ。よく来てるだろう。その目からして真実に心を開いたというのがわかる。眼科行けや。使命を果たし続けられるようにわずかでも募金をしてくれるか。そっか。ごめんな、なんか現金は持ってねえんだ。応援してる。どうぞこれを使って。貢献してくれてありがとう。やってることはただの小じきなんだよな。君は真実の信奉者だ。うまいこと言っちゃって。もう連中の存在を無視すれば向こうの勝ちになってしまう。でさあ、かくらんで出したやつってなんで回収できないんだろうね。連邦組が真実を教えてくれ。そんなことできたら耳があるのなら聞き、目があるのなら近くみよう。今コントローラーが振動した気がするんだけど。へえ、その服どこで買ったの。私に何か用。面白いね、こうやって話しかけることできるんだね。初めて知った。あんま可愛くない。何基準だよ。そんなあんまり可愛くない。でもそばかすのある女の子でも可愛い子は可愛いよね。ごめんなさい、そうです。そんなに二次元のキャラでもそばかすのある可愛いようなのを思いつきません。あんま二次元のキャラでそういうのある子って多くない気がするけど、どうだろう。まあいいや、どうしよっかな。中途半端だけど時間飛ばせっかな今。あ、いけるいける。したら日中まで飛ばして戻るか、さっきの場所に。いい、はい、連絡来た。ボブ、キャンプに戻ってきてくれ。ジェイクの件だ。いてー、すげえ天気悪いな。
真面目に天気悪いんだけど、これ霧じゃねえよな、砂ぼこりだよな多分。ほらレースの時も思ったけど、たまにこういう変な抵抗になる天候になる時あるからさ、撮影難しいんだよね贅沢な悩みなんだけど、OK、どこ？あっち？ヤッホーボブ。ジェイクはどう？誰だよ。少しずつ落ち着いてきてる。2日もすれば歩けるようになる。シーザーって誰だ？よかった。本当にありがとう、B。クランを代表して礼を言う。こいつか、ジェイクって。デブ。お礼言われただけだと。別に戻ってくる必要はなかった説まであるんだけど、パナムとかソウルとかスコーピオン、スコーピオンじゃねえ、ミッチかとかはいないのかな、あっちの方にいたりして。こっちってあれだよね、あの戦車が置いてあるとこだよね、だよね。いつ見てもいい戦車だ、かっこいい。勝手に乗れたりしないかな、すげえ乗りたいんだけど。てかそういえば戦争ってか戦いたいっていうかさ、あのハッキング使いたいなって言ってたけど、結局ハッキング使わなかったな。使える相手がいなかったっていうのが一番なんだけど。おひょ、この車ってパナムのかな、パナムのっぽいな多分。乗れるんだ、人の車勝手に乗っちゃうタイプか。まあ今更だけどね、サイバーパンクなんかグラセフみたいなもんだから、ほとんどグラセフよりは自由度広かったりする。ほぼ、あ、いたわソウルよっ。かつてノーマッドだったサンチアゴって男を知ってる？イエス・キリストって男を知ってるか？最近サンチアゴの話をよ、早めに頼むぞ。友達が昔一緒に仕事をしてたの。相当な年のやつだろ。確かに彼は伝説だ。俺の心の師匠とまでは言わないが、その当時英雄だったのは間違いない。何の話だこれ。実際はそこまでの人物じゃなかったと。彼は都会を制したノーマッドと呼ばれてる。そんなのは妄想だ。クランに忠実かどうか、それだけだからな。友人に忠実であることは評価されないの？サンチアゴのようになりたいならそれでもいい。友人がアラサカをぶっ潰そうとして一緒に死にやがった。皮肉だろ。うん？これってもしかしてあれの話？元気？ヤッホー。カンタオとはあれからどう？今のところは大丈夫。ジョニーの知り合いかな、サンチアゴって人。AV を落としてヘルマンの護衛を襲ったのはラフェンだと信じきってる。発電所側もその見解で通してるから当面危険はないね。ローグとはどう？まあぼちぼちね。じゃあ折り合いはついたの？今はお互いを避けてる。でもそれでいいの。あ、パナムさんはアルデカルドスいるのが正しい姿みたいなとこあるからな。体を改造したい。担当直入だな、気に入った。なんか改造できねえかな。早くしてくれ。何もできないんだけど。あー、今なんかまた構成をちょっと変えたんだけどさ、あんまり変わんないんだよね。あ、てか待って、この敵のクイックハック無効化するやつってクールダウンがあるんだ。初めて知った。うるせえソウル。お前はもう話してないんだよ。つか通りにきいな。おぼ、おぞぼ、おぞぶぼぞ。はあ、連絡する？連絡先も多すぎんだよな。 B よ、仕事があるんでしょ？そうだ、運転手がいる
で、目的は何？まあその、いろいろだ。ちょっとした用事を済ませて、たちに会いに行く。どうってことはね。回りくどいのは嫌いだ。はっきり言わせてもらおう。お前は町で一番だと聞いた。一番と仕事をするのが好きだが、同時に安くねってことも知ってる。割と安いよ。その評判が、さっき1400円くらいで仕事してたから。何でも対処できるはずだ。だからいちいち説明はしねえ。さあ答えろ。お前にやれるか、それとも評判は間違いか。もうやってやんよこの野郎。やる。じゃあジャパントーンだ。一部の入り口でも見ないか。合図してくれたら。一緒に出かけてないだろ。じゃあ後で。よし、オッケー。なんか新しい仕事見つけたから、今度はそこに行ってみますか。まあ、まだまだサブミッション関係はやることがいっぱいあるので、まあちょこちょこね、少しずつ消化しつつやっていこうかなと思います。とりあえず今週いっぱいはビルダーズの方はお休みする予定ですので、そのつもりでよろしくお願いします。はい、ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。